このハートの折り紙、これをみんなで折っていきましょう。イエーイ。それでは折り紙を用意してください。いきますよ。まず色のない方を裏返して三角に折っていきます。しっかりアイロンしてください。はい、できたら一回開きます。さっき三角折ったやつと反対にもう一度三角に折って折り目をつけていきます。しっかりここもアイロンしてください。はい、できたら開きます。まず上のてっぺんを真ん中に、真ん中のバッテンのところに持っていって折ります。できたかな。できたら次反対の下の三角のてっぺんは今度はこうです、ピンクの線までグググググと持っていってギュッギュッと折ります。はい、はい、そうしたら今度はここ真ん中の線に向かって上に持っていきます。できるかな。じゃん、できたら反対もです。だんだんハートになってきたね。できたかな。そしたらひっくり返します。するとここに白い三角が見えますね。それをこのピンクの線までちっちゃく折ります。よいしょ。できたら最後です。ここ横尖っているところも横にペコッと折ってください。よいしょ。さあ行くよ。せーの、じゃーん。かわいい、かわいいハートの出来上がり。みんな折